みなさんこんにちは、えー、音楽を担当しました河合健二です確かに、ね、麻雀やってる時だったと思いますね星井さんと西村さんですねまた頼むねって言って楽しいアニメだよっていうことしか聞いてないんですよ断片的にしかこんなでさこんなでさみたいな感じでしたあの絵コンテなどちょっと見させていただいて 感感があるなという感じでしたね <laughs> 特にこれといったあの特徴的なオーダーはなかったと思いますただ打ち合わせの時に何かちょっと変わった楽器が欲しいなってことはおっしゃってました若林君が音楽メニューを書いてくれるんでそれに沿って作っていくという感じですねまず最初に何曲か、まあ 何十曲だったかな、取りだめしといて、絵に合わせて音楽を作っていくというスタイル、ハイブリッドですよね。うん、全体的にはコミカルっていうかジャズあ、あのギャグなんですけども、その音楽も全編ギャグにしちゃうんじゃなくて、不穏感っていうか、吸血鬼の下りがあったりとか。 不穏すぎちゃうと成立しないし明るすぎても成立しないっていうところですね。やっぱりちょっとその変な変な部不音というか変な部分ですよね。不条理な部分。そこは真面目に作るということですね。オリジナルの楽器を作ったんですよ。C 番というふうに僕らは読んでますけど、こうやってこうやって弾くんですね。95年の高架橋土台。 あの時に使った弦楽器を元に完成形みたいなものを作ってみたんです。あの金沢の楽器作る人がいまして、その人と一緒に作ったんです。まあ決定的に違う音ですよね。ありそうでない楽器。でそれをおしりさんに聞いてもらったら、あ、これいいねっていう話になって。それを、まあメインってほどでもないんですけど。使いました。 やっぱそのギャグ部分ですよねトと合わせて作るんでそのいシンクロ率が高くなるやっぱりそういうところはすごい自分の中では印象的ですね作って楽しいですし <music> その全てを僕が知ってるわけではないのでそのパロディーだってことに気が付かないで作ってる可能性はありますねだからそっくりなあの曲を作って。 中で使ってるピョーっていう鳥の声みたいなやつがあるんですけど若林ツーの方からちょっと不穏な体操ラジオ体操みたいな曲を作ってくれっていうイメージを僕に振ってくれたっていうかでなければ僕はきっと明るいラジオ体操を作っちゃってたと思うんですよ。 あっちはなんか完全に昭和歌謡みたいな感じで作ってほしいって言って楽器もそれなりの昭和歌謡っぽい感じにしてで歌手は誰が歌うんですかって聞いたら可愛くに任せるっていうから困ったなと思ってそんなね誰がいいだろうなと思ったらたまたま富永美なち,ち,いい <laughs> ちゃんにお願いしたら「やるやる!」って言ってくれてでみなちゃんが歌ってくれたというそういう経緯です。 やっぱりシリアスの部分とギャグの部分の落差ですよね。シリアスなほどそのギャグの部分が生きるというか、そういう作品だったと思います。